ベアトリス・デ・ポルトガルは、ポルトガル王国の王族。重帝のビゼウコフェルナンドと結婚し、ビゼウ公爵夫人となった。アビス王朝のカイソ・ジョアン一世の孫娘で、マヌエル一世の母親である。ジョアン一世王の同盟の息子で、レゲンゴ首領主のジョアンと、その妻で、ブラガンサコ・アフォンソの娘である、イザベル・デ・バルセロスの間の次女として生まれた。両親は、おじとめの関係にあった。 姉のイザベルは、カスティーリアオフアン2世紀の王妃である。1447年に、オジノドアルテ一世王の三男で、三歳年下の、重帝にあたるベイジャ公、ビゼウ公、フェルナンド王子と結婚した。カスティーリアのイザベル一世女王のおばだった縁で、第二次カスティーリア継承戦争におけるポルトガル、カスティーリア間の講和条約である1479年の、 アルカソンはストレード条約の締結に大きく貢献した。講和交渉に際し、ベアトリスは自ら、イサベル女王の元を訪れ、名誉を説得したという。また劇作家、ジルビセンテの重要な被護者でもあった。夫フェルナンドとの間に9人の子供を設けた。ありがとうございます。